どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズとジャーンハニーさんです。はい、恒例の夫婦でセッション、始めていきたいと思います。いつもリビングルームでね、こうどね、あの2人でセッションしてる、YouTube でもやってみようかということで、もうかれこれ30何曲やってるということでね、今までの夫婦でセッション動画ここにまとまってますね。ちょっと他の曲もなかなか楽しいんで、僕たちと一緒にね、いろんな曲セッションをしていきましょう。はい、さて今日のね課題曲なんですけど、これ最近ハマってるというか、そうまたいい曲をね見つけちゃったっていう、今かって感じだけど、そうあのガズクラブっていうあの毎月660円で5曲ね皆さんにダウンロードできるっていうところで、それをガズクラブ内って毎月2回のオンライン、ライブ配信で、世界中からのセッション大会を毎月2回やってるんですけど、うん、そこの課題曲になった時にね、そうこれはすごい歌詞だねっつってね、そう、そう言ってるうちになんかすっかりなんかいい曲だなってなって、今日ね取り上げたい曲は、はい、せーの福笑い、はい、高橋優さんの歌われている曲でね、これねもうサビのね、きっとこの世界の共通言語は英語じゃなくて笑顔だと思うというね、ここのところがもうグイグイ来ちゃうやつなんですよね。それを今日2人でね、はい、ゆったりまったりと、秋の天気がいい日にセッションしたいと思います。はい、はい、で、この動画初めて見る方もいらっしゃるかと思うんですけど、ウクレレも本当めちゃくちゃ簡単ですぐできて面白いんで、ここにね興味ある方ここの動画行ってもらったら、あのどんどんウクレレ弾けるようなねあのプログラムになってますんで、ぜひぜひウクレレ始めてください。僕たちこれから演奏するときにコードと歌詞で出しておくんでね、皆さんも一緒にセッションしていただければというふうに思います。で、演奏終わった後にこの動画のリンクとか、あの今ちょっと弾いたバージョンの説明とかをしていきたいと思いますので、うん、最後までぜひともご覧になってください。はい、よし、それじゃあやってみましょうか。じゃあ夫婦でセッション福笑いやってみる。ワン、ツー、スリー、フォー。心から幸せでありますように。
ね。もうあのほらそれだけがこれね幸せだと胸張って言えるのか、それだけがこの世界の全てで、隣でこの歌を歌う僕の全て、ね、なんたることでしょうかということ、ね、これはもう相当ウルトラハッピーソングですね。ハッピーソング本当、これ歌ってるだけでもね幸せになれるんじゃないですかっていう感じですけどね。やっぱり笑顔だよね。そうね、やっぱりこれ書いてあるけどね、あのやっぱ笑う角に訪れる何かがすごいな、笑った方がね、そうそういうことですよね。本当何か起こってから笑うより先笑っちまうみたいなね、こんなのがね、まあ詰まってるなという曲、この高橋優さんの福笑いはね、僕も最初聞いた時にねすごいなと思ったけど、あの最初耳に入ってくるのはこの世界の共通言語は英語じゃなくて笑顔だと思うっていうところがすごく入ってくるんだけど、歌詞読んでるとそこよりもね、 その他のところでめちゃくちゃすげえこと、胸張ってね、すげえ歌詞だなと思って、そう幸せかとかね、やっぱそういうのとやっぱりこのリズムとかのミックスされるのがねいいですよね。今のは結構違うことを2人ずつやってますよ。16ビートのチャをずっと弾いてて、僕がこうレゲエでこうツッチャッツッチャッみたいな感じでやったり、まあまあそういうアレンジを加えたりして、あのこのイントロのねこういうメロディーなんかも弾いたりとかして、まあまあアンサンブルだとねやっぱりちょっと幅がやっぱ広がるなっていうことで ね1人も楽しいけど、うん、2人も3人も増えていくのもまた楽しいなということで、うん、はい、ぜひ皆さんこの曲ね本当に気持ちがいいんでやってみてください。福笑いのレッスン動画ここに貼り付けておきます。このねレッスン動画の方もなかなかねいい感じのレッスン動画になってますんで、ぜひ挑戦してみてください。そしてね今ね2人が使ってたこのウクレレ、ガズのわがままウクレレ、薄レレとかこれガズモデルなんですけど、今ただいまもう大好評、予約注文受付中と、初めてウクレレは即販売になってますね、うん、あのそちらのことの情報もちょっとここにねリンク貼ってきます、これはもうここに行ってもらうとね、いろんなウクレレのね、情報が満載なんで見に行ってくださいというのと、あと最近ね2人でやってる、ね、ガズピアノチャンネル、そう皆さんこれもう知ってますよね。あのこのウクレレのやり方を鍵盤楽器にキーボードでやったらもうびっくりするぐらい、もうひっくり返るぐらいどうやら楽しくて簡単だったっていうことが分かって、ガズレレのやってる中でもやってくださった人が多いんですけど、うん、やっぱねピアノを習ってた人がもうひっくり返る、うん、びっくりしちゃいました。もう何これっていうやり方らしいので僕知らないからね、元々ね そっちの方がぜひともまたあのガズピアノちょっとここにも貼っときますけど、概要欄にも貼っときますけど、でガズピアノのツイッターオープンしましたんで、そうなんだ、ツイッターを ねやってますので、ぜひフォローをいただいて、ガズピアノこのガズピアノっていうアルファベットで、ツイッター検索していただくと出てきます、うん、そこではね、あ今日こんな動画アップロードしたよとか、ちょっとワンポイント、みたいな感じで、まあキーボードとねウクレレとあっちからこっちから簡単にできるこう生活の中のどっちも面白い、そう音楽、あの家庭音楽って言葉はよく使いますけど、ウクレレももちろんねこんな感じで楽しいですけど、キーボード鍵盤ピアノそっちの方もぜひね、チェックしておいてくださいということで、まあまあ本当秋になってね、うん、ちょっともう寒いけど ねいきなり冬になっちゃうような感じですけどね、そう2人でシャツですけどね、うん、はい、まあ秋の夜長、芸術の秋とかいろいろ言いますけど、この言葉言いたいね、はい、秋になるとね、そうかそうそう、芸術の秋、食欲の秋、食欲そうそう、はい、楽しんでいただければというふうに思います、はい、引き続きねガズレレ YouTube チャンネルのためにガズピアノ、うん、よろしくお願いします。それでは皆さんさようなら、バイバイ。